おはようございます。天水の桜姫パート9。パート9、今回はどちら？あ、そうそうそこ、新しいところ、沖津湯だな。行ってみましょうか。かいまると兄貴がいなくなって、ってか、兄貴がかいまるを探しに行った。そうそうそう。なんでしょう。すごいんやけど。やけども。下かな。上っぽいよな。なんか隠してありそう。なんかなくなってきた。イカをいるかした。横とかもなんかありそう。でいやー、あ、これ下は落ちた人がもう一回こう登ってこれるように、登っていけるように、千葉がこうだからマグマとかになってたらもう登られへんのってことか。そういう優しい配慮ね。技のレベルを上げつつ、岩壊せたんで多分その先にあるんじゃないかな。ほぼ愛の鱗。下に降りても良さそう。何もくっつかない。あ、下に宝箱。まずちょっと減らしていくか。小技で。小技でいいんで減らしていきます。やばい、まずい、まずい、やば、いや、ちょっとそれはハメやろ。どこを見ておる？俺がどこを見ておる？やばいやばい。俺のガードで。やばい、助けて。やばい、助けて。右っぽい感じもするけどな。いや、左やな。少なくともなんか宝箱があるっぽいのはあるっぽい。あ、ここら辺か。下かな。こういうことな。戦士の妙薬。なる。あ、こんなとこに。まあでもできることないし戻るか。クエスト、衝突で敵を倒す。衝突？衝突って何やろ。あ、そういう技、か。悪くない。
田んぼの様子も見なあかんしね。結構やらなあかんことは。春に茶を入手、そう、俺お茶をまだ入手してないんで。お茶？お茶葉？茶葉？なんていうのかな。落ち葉。落ち葉っていうね。なんか落ち葉のお茶って聞いたことあるんやけど。朝？朝帰り。まあまあいいや。面倒見に帰らなあかんな。お茶っぱじゃない。お米。どこやろ。帰っ、ご飯食べてないことになる。これはまずです。一回戻って。なんなら朝やし。いい子じゃん。草抜いて、ついてきて可愛いの。むしも可愛いの。まあ、そんなことはいいとして、とりあえずは帰ってくるまでうまいこと。そろそろ水を抜くころかな。水は抜いたんじゃが、これでいいのかな。どうしよう、いいヒントわからへん。何したらいいか。ああまずいな。とりあえず堆肥、うんちでも作るか。うんちじゃない、うんちでも作るじゃん。堆肥でも作る。タニシ、まあタニシでも拾ってね。空腹やとな、何もできんしな。どこのタイミングで水をもう一回入れるか、なんやな。これが、あ、こんだけ。何か食べるますか？どん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 食べよう。主要食材の一覧。まあまあまあ、こんぐらい。何か作るですか？魚の油から油を作っ、うん、あ、じゃあ食べましょう。いただきます。寂しいな。なんか、うん、でかいのとちびっ子、わーわー言うちびっ子がおらん、一人二人おらんと、やっぱり寂しいところが。暑くて死にそうじゃ。余分が残り少ない。やばいな。ただ俺は堆肥を作りましたから。どうですか、足りひんのかな。これ水入ってへん。あれ、田んぼに水を入れよう。はあ、こっち先、どっちどうしようか。どこにいるんやろうっていう。それでももっと先にいるんかもしれんし、それはちょっとわからへんんだけど。今までなんで人ってそんなとこに行くっていう。厳しくしつけなあかんねっていう。よっこいしょ、よいしょ。厳しく。あの魚届かへんのよな。よいしょ、当てに行く。こんなもんですわ。え、下
ましょう。もうむちゃくちゃむちゃくちゃ。なんかクイック度が減りやすいっていうのなんとか。やば。これはこれでいいのか。え？どこっていう。ちょっと意味は分からへんけど、こんなとこに来てしまった。上に行くべきか下に行くべきかも。これあーん、下行くのか。おう、もうなんか何かいるんやろか。ここが真相って感じかな。おる。疲れが溜まっておるな。幸いこの辺りには水も食料もあるが、長くは持たん。葉っぱおるんやけど。危うくとも動くべきか。サクナ様を信じ待つべきか。信じ待つべきじゃない。このようなホラで皆と過ごしたな。いや、この判断。主の父は明暗が分かれるっていう。山賊の頭であったが、なんとも気持ちの良い男であった。山賊の頭。戦の世を心から憎み、貧しい者からは決して奪わず買い丸。貴族的な感じかな。主はきっとあの世、父が石丸に撃たれるを見てしまったのであろう。再び言葉を取り戻せるものか、それが死にはわからぬが。もともと喋れたってこと。この命に変えて。侍め、はあ、来てくださったかーっていう顔した。サクナ様。よしよし、カイマルもおるな。まったく、こんな谷の方にまで来よって、ずいぶん探したぞ。ああ、しかし、まあその、カイマルを見つけ、ここまで守ったのは、お主にしてはようやったな。わしの手間が省けたわい。褒めて使わす。強烈至極に存じまする。予算か、ともかく。これで借りは返したからな。はて。ところで、なんか変なのもおらんか。鬼ではないようじゃが。カッパーですかな。人懐っこく、害はない様子。カイマルはこれとともに、ここまで来てしまったようでございまする。あー、初めて見る神じゃな。生臭いの、お主。おお、起きたか。サクナ様がいらしたぞ。助かったのだ。あーが迎えに来たぞ。とっとと帰ろう。お主はついてくるでないわ。ぬるぬるは嫌いじゃ。いや、まあでも仲間一体でも増えた方がいいんじゃない。こいつも労働させよう。そうやな、何しよう。キュウリを育てさせよう。臭いって南米？ついてきてしまったの。水がちょっとでもないよな。湖みたいなの作ったよな。谷の奥の湖で鬼に捕まってるから助けたいって語ってす。え？それで一人であんなところまで行ったのか。ここ
ところから離れるのは危ないと何年言えば。そんな話わかんない。神様は頼み言葉に上がるから悪いと思ったって。よく通じてんな。幼子はよく見ておりますな。仲間が助けてくれたら恩はちゃんと返すそうだ。なんで通じてんの、すごいな。ちょっと待てゆいよ、カッパの言葉までわかるのか。わかんねえ。おひいさま、釈然とせんのな。カッパはともかく、カイマルのためには動いてみても良いのではございませぬ。そうじゃな。そうね。また目を離した隙に飛び出されてはかなわんからな。よし、湖に行ってみるか。この通りもやかましくなってきたわい。宝珠の湖に行けるようになりました。島での総合新探索度を深めて渓谷の水流を何時結構残って、まだまだ早熟じゃ。まだまだ早熟じゃん。これでいいのかな。水こんなもんでいい？田んぼに水を入れよう。ちょっと減ってるな。66ぐらいでいくか。666。なみなみと水を張ったぞ。よかよか。よかばい。なんか宙になんか浮いてる。ほこり？やみ。水地場では控えるか。そうですね。カイマルには甘すぎる。ちょっと待った。特に何もなさそうで、雲もこのシーズン出てこへんのかな。食べ物腐るもったいない。氷あると腐らないいっぱいです。こう氷を集めてこいってことか。ああなるほどね。何か作る。わかるの、わかるですね。何か食べるますか。あぶり餅はと、お餅、お餅はヤマメの炙り焼き。餅もまあいいか。もちろん食べるか。ヤマメ腐るもんね。ニンニク浸す。茶、茶が飲めるようになったわ。干した肉なんかはまあ今はめっちゃいいのかもしれん。清水、体価が上がる。体化か、自然治癒。俺なんか茶持ってんやけど。茶って腐るんかな。いや、腐らんのじゃないと思うけど。何か作る、何か食べる。ちょっと自信ないよな。自信ないますね。いただきます。いつぞやの話の続きを始めますかな。わあ、待ってました。こたび本題に、こたび本題に入ってくれ。ロハン様が足雲の姫としてこの島に迎えられた頃、我が主タキリビ様は都を放逐された。あ、何をやらかしたんじゃ。父上は先代カムヒツキ様との大喧嘩です。じゃあ都をひっくり返すような大騒動にございました。各地を転々としたタキリビ様がたどり着いた先はこの日の江島であって、そこのを覗こうとする足雲族じゃが、そこは最強の先人であるタキリビ様。そうそう止められるものではない。降りかかる火の粉を払いながらタキリビ様はどうやら足雲らが姫を守っていることにお気づきになられた。足雲の姫、一体どんな煙くじゃな顔をしておるのやら、ここは一つ笑ってやろう。タキリビ様はこの峠に向かわれた。
しかしこの家で豊花様の姿が目に飛び込むなり固まってしまう。豊花様の姿がそれだけ目麗しきものであった。そしてなんと豊花様の方も二人はまるで時が止まったように互いに見つめ合っておられた。しかしお二人ともすぐには胸の内を晒すようになります。ケリビ様はここに座るため口実として誰の目にも無用な鬼退治を始められた。行動上に淵の術が施されたのもちょうどその頃じゃった。しばらくの間日々は穏やかに流れ、夏が終わり山が彩りを迎える頃、北の渓谷にそれは現れた。はい、続き山、結局またくっついておらんではないか。ごちそうさまでした。まあまあまあ、こういう風にしてちょっとずつ進んでいく。いやね、神聖じゃない。まず5位、養分が足らんのはまずいぞ。養分か、どうすりゃいい。まあ、わかった。やっぱりいっぱい植えてるからそんだけ使われるっていうか、なんつうの、費用、養分が。あ、そういえば、え、カッパここそこ住めるな。そういや、よし、もしこ川に何か落としたのか。急に、じゃあ量か、この量、水庫は羽越ウォーカーで浸水、当熟後はなるべく乾かしてから書いてる。今朝干しは短すぎず長すぎず。で、今日は収穫しません。明日します。はい。大泡の巣、傍受の湖。はい、かいまり行ってこい。水の沢、行ってきゃーす、行ってきゃーす。ここ鬼を倒す、あ、敵を討伐、宝を入手。ここら辺をまたこう裏でやっとこうかね。ちょっと行ってみるか。ちょっと強そうな感じやな。今回この辺しよっか。で、次回米を作ってとかなんとかしてっていう感じで。ありがとうございました。お疲れ様でした。